こんにちは。では今回も謎解きの時間の続きをやっていこうかなと思います。パート1からちょっと時間経っちゃいましたね。ちょっと今日も頭を鍛える意味でやっていこうかなと思います。人間脳を使わないとボケるのでね、若い頃から頭を使うことを習慣化しておくと、認知症予防にもなるのかなと。じゃあステージ11、狙われた金庫いきます。銀行強盗にまつわる何かでしょう。問題。銀行の地下金庫が狙われ、一夜にして現金が盗まれてしまった。犯人は一体どこから侵入したのだろうか。まず画像を見ますか。これが金庫か。で、取り調べに行ってる警官2人と反対方向に向かう警察官がいて、水浸し。これはこの観葉植物の裏にある穴でしょ。一時しのぎ的なもんで、もうバレる覚悟で置いても。観葉植物の後ろの壁に大きな穴が開いていた。ここは金庫の侵入口と見ていいだろう。確定だね。金庫へと続く穴が開けられているようだ。一体何を使ってこれだけの穴を。いや、もう手前に発作器落ちてますね。ガラス割ったさ、少年が近所のおじさんに怒られるときに、僕じゃないですよって、グローブつけながら言い訳してるような見苦しさがある。正解。ブルーシートの横に転がっていたのは大型の掘削ドリルだった。また、現場には複数の足跡があることから、単独犯ではないことが分かった。内部に精通者がいるね。複数の犯人がいるとした場合、誰にも気づかれずに犯行を行えた方法とは何だろう。手がかりを探してみよう。これちょっとすぐ分かっちゃったな。言っていいですかね。この清掃のマークついてるじゃないですか。清掃員の格好を模して入って、それで堂々と犯行をしただと思う。これはなんかミステリー系漫画とか読んでると分かっちゃいますよね。床が浸水している。これはかなり大規模な修復が必要そうだ。工事のために施工業者が出入りしていた。犯人は彼らの中にいるとみて間違いないだろう。しかし、なぜ警備員は何も言わなかったのだろうか。まだ事件に関わっている者がいるようだ。防犯カメラの映像は事件前後の時間だけが削除されていたことが判明した。警備員が関わっていたことは間違いない。この中に疑わしい人物は映っていないだろうか。みんなが現場に向かう中、颯爽と後ろに行っているこいつでしょ。帽子に手をかけてるじゃないですか。顔を見られたくない証拠なんですよ。事件があったというのに金庫から遠ざかっている人物が共犯者だ。警察が懸命に捜査を行ったものの、犯行グループはおろか、共犯者もすでに雲隠れした後だった。この鮮やかな事件はその後迷宮入りしたという。悪側が勝ったのかよ。結構胸クソな事件ですな。爆発現場5分前。なんだろう、テロかテロ。ある大きな公園で爆発事件が起こった。爆発の規模は大きく、死傷者は多数。これは爆発5分前に撮られた写真である。爆発物はどれだろうか。普通の公園ですな。一般的な子供が遊んでいて、大抵ゴミとかの中にあるんだよな。どっちだろう。ゴミ、これおかしいな。公園のど真ん中にあるのおかしいな。これゴミ箱とは別に、違うの。本来はこのゴミ袋をこの中にあったんじゃない。で、ゴミだけ出して中入れ替えた。違うんだ。あ、これだ。正々堂々すぎて違和感なかった。これがテロリストの考えか。公園にふさわしくない謎の小包が置かれている。これが爆発物だろう。わかんなくない？公園の誰かの私物なのかなと思って、これは分かんないよね。高度だな。この日はいつもより親子連れが多く、そのせいで被害者の数が増えてしまった。親子連れが多かった原因を示す部分はどこだろう。
レンジャーもののイベントがあってみんな集まっていた。これはまあ子供たちも首ったけになるわ。縦看板に戦隊ヒーローショーのポスターが貼られている。警察が問い合わせたところ、この日にイベントは予定されていなかった。これは犯人が仕掛けた罠だったのだ。目的がひどくないか。未来ある若者をターゲットなのかな。現場には他にも犯人の仕掛けがある。爆発物の威力を上げるためにあるものが置かれているが、それはどれだろう。これだ。プラスチック爆弾っていうのがあるんですよ、確か。そういう金属とかプラスチックとか入れたやつ。あ、まあいろいろ。で、爆発した時にそういうのを巻き込むと威力が増して殺傷能力が上がるらしいんですよね。殺意が高いな。ゴミ置き場でもないのに燃えないゴミが置かれている。これは爆発した時に破片を飛び散らせ、爆発威力を上げるために置かれたものだ。マジであるらしいですよ。死傷者の身元も特定できておらず、捜査本部は頭を抱えているが、あなたにはこの事件の犯人がわかるはずだ。ズバリ犯人を示してほしい。全くわからないですけど。一気になんか家庭吹っ飛ばしてきたね。犯人？どれだろう。これは誰かの親御さんだと思うんだよな。爆発するのが分かってるじゃないですか。遠ざけるんじゃないかな。この後ろのバックのやつかな。違う。犯人は大人だと思うんだよな。この人？この人かな。子供の親、保護者とに見える。でもそこが狙いみたいな。そうなると誰だろう。この地味に映ってるやつかな。一番遠くにいる。全然わかんないですけど。あ、この中で違和感のあるやつは誰だ。え、あ、違うわこれ。なんでこの写真持ってんのって話よね。愉快犯だこれ。これ犯人が見てるんだ、自分の写真を。うわ、そういうことか。爆発直前のこの写真が警察関係者の手に渡っていないのは犯人が撮ったものだったからだ。その後警察に匿名の通報があった。近くのマンションの住人が爆発現場付近で写真を撮る犯人を目撃していたらしい。犯人の家からは事件前後の写真が数百枚見つかったという。目的は何だったんだろう。愉快犯かな。仮装パーティー、ハロウィンだ。ちょうど今撮ってるのがあのハロウィンです。護送中の凶悪犯が捜査官の隙をついて逃げ出し、あるイベントに紛れてしまった。犯人が紛れたのは何のイベントだろうか。まあみんなコスプレを楽しんでいるみたいな感じですね。ハロウィンの象徴であるカボチャ。なんでパンプキンなんだろうね、ハロウィンって。逃走犯はハロウィンのコスプレパーティーに紛れてしまった。みんな変装している。そう簡単には見つからないだろう。これを見つけるのが僕の役目と。捜査官はもちろん犯人の顔を知っている。となると候補から外れる人物は誰だろう。え、候補から外れる人、顔を隠してない人か、この人。正解。堂々とこちらを見ている人物は犯人ではないだろう。犯人は何らかの方法で顔を隠すに違いない。一歩一歩徐々に追い詰めてます。犯人は片方の手に手錠をかけられたままらしい。となると候補から外れる人物は誰だろう。貞子。両手が自由なので。犯人は手錠を隠そうとしているはず。手が出ている人物は候補から外れる。犯人が逃走してからまだ2、3分しか経っていない。
となると候補から外れる人物がいる。それは誰だ。え、 2,3 分しか経ってない、短時間の中で仮装した人ってことでしょ。この人じゃね。え、メイクの時間ってどう、いやこの人だと思う、はさに無理、3分じゃ。短時間でピエロのメイクをするのは不可能だ。捜査官の素早い推理で死神コスプレの女性が見事御用となった。玄関の惨劇。夫婦が住む一軒家の玄関で悲劇が起きた。妻の殺害に使われた道具は何だろう。被害者の女性、まあ開けた瞬間にピストルで撃たれてしまっ、ちょっと待って、撃たれたのはピストル、まあ、アメリカ合衆国での事件ですかね。ドアの外に凶器の拳銃が落ちている。妻は拳銃で殺害されたとみられる。どうやら銃弾は体内に残り貫通していないようだ。貫通していないの。来客があり、妻が玄関を開けた瞬間銃で撃たれたと夫は証言している。しかし警察はそれが嘘の証言と睨んだ。その理由は、これ分かりました、気づいたんですよ僕、あれと思って、開けた瞬間から撃たれたら前からなのに貫通しないって言ってるよね。しかも見て、ここにないんか。どっちだろう、これかな、あ違う、いや妻の背中だねこれ。撃たれた妻は背中に被弾している。銃弾は貫通していないので、玄関のドアを開けた瞬間に撃たれたならば不自然だ。まあ、地上のもつれからの殺、衝動的な殺人である可能性が非常に高くなってきました。妻は家の中から慌てて逃げようとした可能性がある。サンダル以外にそれが分かるのはどこだろうか。チェーン。動揺しすぎて気づかなかった感じか。妻は慌てて逃げようとしたためドアのチェーンを外し忘れ、家の中から逃げることができなかった。以上のことから警察は容疑者として夫を逮捕した。その決め手となったのは靴べらっていう冗談をしつつ、このやっぱ内部から撃たれたという後、こういうボケもちょっと入れていこうかなと思ってます。うざかったら言ってください。銃弾は2発目、2発撃たれ、1発目はドアに命中している。チェーンのかかったドアの隙間から撃ったならドアの内側に銃弾が当たることはない。夫は妻殺害した後ドアの隙間から銃を外に投げ捨てたと見られる。普通にでもおかしいってわかるけど、やっぱ犯行直後ってパニックなのかな、興奮してんのかな、全然冷静じゃいられないんだろうね。永遠の美、女性にとっても男性にとっても求めるテーマ。少女が空き地で死んでいるのが見つかった。彼女の身に一体何が起きたのだろうか。まずは直接の死因となったものが何かを調べてみよう。どういう状況なんですかねこれ。コスプレしたまま死んだってこと。まず直接の死因、まあ胸に、何これ、包丁、ドスが刺さってる。少女は胸に杭を打ちつけられ死んでいるようだ。もう間違いなく他殺だよね。自分で杭は打てないでしょ。その手元には遺書と思われる便箋が添えられている。自殺の可能性があるが、服に血痕が一切ついておらず、不可解な箇所がいくつもあり、自殺なのか疑わしい。もう杭だけで決定的です、他殺です。自分の胸に杭を突き立ててからではできるとは思えない行動の形跡があるが、それはどこだろう。両手を、そうだよね、両手片方の手で杭持ってもう片方の手で打たないといけないんだもんね、杭を。これ
世界。少女は祈るように腹部の上で指を組んでいた。自殺の場合はそのような余裕はがあったとは考えにくく、他殺の線も視野に入れて捜査する必要がある。絶対しないとダメですね、他殺の線で。少女の身元を特定したい。何を調べれば良いだろうか。制服があるからこれで学校特定じゃないの。学校の制服が綺麗に畳まれている。スマホや財布などの私物は見つからなかったが、制服を見ればどの学校の生徒かは分かりそうだ。これでなんとか身元を特定できるかもしれない。演劇部的な感じかね。揉めたんでしょうね、男を取り合って、捜査官は事件に関与する人物の存在に気づいた。その手がかりとは何だろう。筆跡鑑定で分かるんじゃない、これじゃない。私たち綺麗なまま死ぬことを選びます、さようなら。私たち集団自殺をしようとしていたのかな。一人ビビって逃げたみたいな。遺書は全て不気味な形で書かれている。見落としてしまいそうだったが、私たちの書き出しは別の人物の存在をほのめかした。後日関与した少女が判明し、彼女は泣き崩れながら真相を語り始める。一緒に死ぬのが怖くなった自分を置いて親友は自殺してしまったと。せめて綺麗な姿にしたかったと語る少女はただ遠くを見つめていた。一緒に死ぬのが、自分が死にたくなかったらさ、止めろよって思うんだけどな。その怖さを共有して生きてやれ。悲しい事件ですね。双子のパラドックス、高校の教室で死体が見つかった。被害者は左後頭部を殴られて血を流しているが、警察は致命傷は他にあると判断した。それはどこだろう。女の子2人すごい似てるね。一卵性ソーセージとかかな。この人は致命傷、頭を殴られてる、首にも絞めて殺されたのかな。首に何かで絞められたような跡が残っている。捜査の結果、セーラー服のスカーフで絞められた可能性が浮上した。容疑者として浮かび上がったのは双子の女子生徒だった。ミカとリカは見た目はそっくりだが、どこを見れば見分けられるだろう。大抵こういうのってさ、髪の結び方とか手の組み方、ほくろの位置とか、手の組み方だけじゃ分かんないか。目のほくろだね。リカは左目の下にほくろがある。ここからは見えないが、ミカも右目の下にほくろがあるそうだ。そこまで。一卵性ソーセージでは体の特徴が左右逆になる双子が生まれることがわかる。どちらが左利きなのかわかる部分を探してほしい。腕時計の位置か。右側に、こっちか。こっち。右側につけてます。利き手と反対だもんね。右腕に腕時計をしているリカが左利きだ。ということはミカが右利きということになる。警察は死体が左後頭部を殴られていることから推理して、双子の片方を容疑者として連行した。さてどちらが連れて行かれたのだろうか。左後頭部を殴られていることから推理して、間違った推理してるじゃん。左後頭部、左利きの子が殴るんだから左側になりやすい。つまりこの右の子が連れて行かれた。ちょっとややこしいですね。被害者は左後頭部を殴られているが、その前に絞殺されている。わざわざ殴ったのは右利きのミカが左利きのリカに罪をかぶせるためだ。リカは被害者に告白した際にリカが好きだからと断られたらしい。私とリカ何が違うっていうのよとミカはつぶやいた。
そういう内面の汚さを相手の人は見抜いていたんじゃないの。悲しい、なんだよこの悲しいタイトル、ニートの部屋。これが今日本の社会の闇といったところでしょうか。若者たちを部屋から出ようっていう、ある部屋で男性が死んだ。これはその直後の現場だ。時計は3時10分を示しているが、昼だろうかそれとも深夜だろうか、手がかりを示してほしい。まあ、僕もニート経験はあるので詳しいですよ。まあ、これ夜だね、外が暗い。窓の外は真っ暗だ。また部屋の電気がついていることからも深夜の3時10分だとわかる。男性はかなり不規則な生活をしていたようだ。あることに夢中になっていたのからなのだろうが、それは何だろうか。まあおそらくゲームかインターネットでしょうね。ゲームですね。一番今のところ早いかもしれない推理が。男性はゲーム三昧の日々を送っていたようだ。部屋は散らかったままで、髪やひげも伸びたまま部屋からあまり出ていないらしい。まあ別に、まあ、悪いことではないですからね。この男性は一人暮らしではないようだが、それがわかるのはどこだろうか。お盆に乗った食事運ばれてきてます。部屋の前まで、部屋の手前に置いてたんでしょうね。悲しいな、親子関係の破綻を意味してます。ドアの前の食べ終わった後の食器からはきちんとした食事が連想できる。この風貌の男性が作ったとは思えない。家族が同居しているのだろう。地味にひどいよね、この風貌の男性が作ったとは思えない。これは良くないですよ。人を見かけで判断してる一文、まあ合ってるんでしょうけど。同居の家族はこの男性に手を焼いていたようだ。それがわかるのはどこだろうか。まあ、壁だね。まあ、うるせえババアと言って壁を殴って威圧していた。部屋の壁に穴が開いている。男性は不安定で家族に暴力を振るうこともあったようだ。後に息子が手に負えなくなった母親が食事に毒を入れたことを認めた。ちょっと子育てを間違えたな。お母ちゃんも母ちゃんだ。大胆な手口。真昼の街中で女性がひったくりにあったようだ。女性はバッグをどこに入れてひったくられたのだろうか。交番の目の前でやるっていうすごい胆力じゃないですか。待って、女性はバッグをどこに入れて、女性がひったくりにあった。女性バッグをどこに入れていってひったくられた。これが被害者だよね。手前。カゴじゃないの。女性は自転車に乗っていてひったくりにあったようだ。奪われたバッグは前のカゴの中に入れていたのだろう。近くを歩いていた通行人は皆事件に気づいたのに、誰も110番に電話をしなかったようだ。それはなぜだろうか。まあ、目と鼻の先だからね。交番があるからです。すぐ近くに交番がある。電話で通報するよりも交番に駆け込む方が早いと判断したのだろう。この画面の中で実はもう一つ犯罪が行われようとしている。盗まれそうになっているものはどれだろうか。ん？あ、こいつか。あ、この人のバイクを盗む。なるほど。正解。女性を心配して近づいてきた人のバイクが盗まれようとしている。バイクを盗もうとしている犯人には共犯者がいる。それはこの画面の中に映っているどの人物だと推理する。これね、多分この人なんだよ。これ知人にいたんだよね。車なんですけど、車をポンって後ろが当てられて、で向こうの人降りてきたんですよ。で、すいませんすいませんっつって謝ってるから外出るじゃないですか。でその隙にもう一人の人が来て車をパクられるみたいなのが あったんですよね。この人です。僕の知り合いのおじさんの方が同じような手口でやられてました。これ
実はひったくりはやらせだったのだ。通行人が心配して集まってきたところを狙い、バイクや車を盗むという手口を繰り返していたようだ。しかし今回はすぐ近くが交番だったこともあり、彼らはほどなくして逮捕されたという。マジで悪質だから、何かあった時絶対鍵かけて抜かないとダメですよ。これ隣り合わせの庭、ある家の庭で男性が血を流して倒れているのが発見された。この被害者男性は何をしていたのだろう。それが分かるのはどこか。まあこれが被害者、まあ、自分の庭と、まあ、相手の庭、松の木がちょっと飛び出しているから、切ろうとしてたのね。被害者男性の近くに枝切りバサミが落ちている。庭の手入れをしていたのだろうか。被害者男性は作業中に転倒して頭を強く打ったとみられたが、そう結論付けるには不可解な点があった。それはどこだろう。多分岩がさ飛んできたんだね。これだ。やばいな臨時被害者宅の庭は芝生がきれいに手入れされている。頭を打ったと思われるが、この場所にあるのは不自然だ。となるとこの石はどこから持ち込まれたのだろう。絵の中にヒントがある。ここだね。勝手に切りやがってってこと。隣の家は和風の庭園で庭石がたくさん置かれている。石はここから持ち込まれた可能性が高い。すぐに隣の家の住人が事情聴取を受けた。事情聴取の結果、隣の家の住人は被害者男性と仲が悪かったことが分かった。トラブルの原因となっていたものは何だろう。これが松の木。これ隣の家の松の木が被害者宅の庭に大きくせり出している。このことで以前から口論となっていたようだ。その後隣の家の住人は被害者男性が枝を切ろうとしたことに腹を立てて殺害したことを認めた。これ割とでもあるんだよな。うちのばあちゃんちもあるんですよ。これね、一番いいのは裁判所に請求しちゃうんですよね。切っていいかどうかっていう。ダメだから本来。自分の意思だけで切ると確か悪くなっちゃうんですよ。だから公的手段を取った方がいいらしいです。でその分撤去した時の費用も向こうに全部請求できるらしいんですよ。マナー悪いやついますからね、こういう。女子アナ最後の言葉、人気の女子アナが自宅で殺害されているのが発見された。致命傷となったのはどの部分だろう。致命傷となったのは今回なんかもう犯人像みたいのがあるのから、この中の誰かが犯人かで、被害者、致命傷となった部位、これでもお腹刺されてるよね。腹部を刺され出血多量で亡くなったようだ。マグカップが2つ置かれていることから誰かが訪ねてきたことがわかる。犯人は知り合い、被害者と昔からの知り合いであることが推測できる。それがわかるのはどこだろうか。卒アルじゃない？懐かしいねって見てたんだよ。じゃあこれ。じゃないと引っ張ってこないもん。机のそばに卒業アルバムが開かれたままになっている。被害者は犯人と一緒にこれを見て懐かしんでいたのだろう。その中からこの事件が起きたって考えると、支援復讐か。床にはダイイングメッセージが残されているが、よく見ると不自然な点がある。それはどこだろうか。これ、不自然な点、若干上の冠の部分、草感が薄い。草冠だけが弱々しく、それ以外の筆圧ははっきりしている。犯人が被害者の指を使って書き足したのだろう。なるほど、カタカナで書こうとしたんだ。
被害者の中学時代のクラスメートから藤田、佐々木、香原の3人が容疑者として浮上した。ズバリ犯人を当ててほしい。佐々木じゃない？香原じゃないでしょ。死の間際に漢字なんて書けないもんね。佐々木。これだよ。いじめを受けていたとかがそういうのかな。過去に。捜査本部は佐々木を重要参考人とした。佐賀本来のダイイングメッセージであり、犯人が書き加えて、富士の字にしたと推測したのだ。佐々木は現在逃亡中で、本部は全国に指名手配をかけた。結局犯行なんでやったか分かんないんだ。犯人の名は UIO、IT 企業の OL 藤田あかりが自宅で自殺死体となって発見された。犯人の激しい同意が伝わる部分はどこだろうか。あれ、これなんかさっきの続編じゃない、これさっきの続編じゃない、これ。あ、佐々木がいる。あ、じゃあさっき多分一個前の問題の被害者だ、これ左に映ってんの。親友同士だったのか。強い殺意が分かるのは何回も刺してるから。犯人は被害者の背中を複数回の刺したらしい。それほど強い恨みがあったのだろう。被害者は数ヶ月前に中学時代のクラスメイトと再会したようだ。それが分かる部分はどこだろう。これ気になったのがね、この同窓会案内。こんなのあるんだ。僕呼ばれないんですけど。机の上に同窓会のお知らせのプリントが置かれている。カレンダーは6月、同窓会は5月の日付だ。1ヶ月前に同窓会に参加していたようだ。パソコンは UIO という文字が残されている。これは何を示しているのだろうか。それを読み解く手がかりになるものを見つけてほしい。UIO、UIO、UIO、キーボードだよね。カタカナ入力にすると佐々木になるみたいな。パソコンのキーボードの一番上の段は YUIO の順に並んでいる。被害者はある人物の名前を打とうとしたが一文字ずれてしまったのだ。実はこの部屋の中に犯人の顔写真があるのだがどれだろうか。さっきの問題解いてるからすぐわかるね。佐々木。指名手配中だった佐々木優衣は、あ、優衣って名前なんだ。女子アナ OL 連続殺人の容疑で逮捕された。佐々木は取り調べで自分をいじめたクラスメイトへの復讐だと語っている。同窓会で何事もなく接してきた彼女たちを許せなかったそうだ。じゃあ俺が許すわ、この事件。仕方ないよ、やられた方にはやり返す権利があるから。ヒヤリハットの犠牲者。あ、これまた関連なさそうですね。というわけで、今回はこの辺にしておきましょうか。今回難しかったですね。あの爆破のやつが一番難しかったです。まああとまた次回続きやっていこうかなと。徐々に難しくなっていってるのがいいですね。じゃあご視聴ありがとうございました。よかったらまた来てください。